現在、日本近海の海底では、潜水艦が飽和状態となりつつある中、日本の潜水艦は世界屈指の潜航深度を誇ります。中国の原潜もせいぜい300メートルくらいで、その付近が飽和状態なんです。今回は、高性能な潜水艦を、なぜ、作り出すことができたのか、詳しく見ていきます。最近、韓国の潜水艦の話題が出てこなくなっていますが、浮上できないことでも有名なんですよね。日本は、周囲を広い領海と排他的経済水域に囲まれた地理的環境下にあり、その両方を合計した面積は、世界でも6番目の広さを誇り、その広大な海域を防衛する任務を海上自衛隊は担当し、日々、その職務に従事している。海上自衛隊は、2023年現在、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻等の艦艇を配備する体制の構築に乗り出しているが、やはり、その中核と言っていいのが、昨年の2022年3月に到達した潜水艦22隻体制であろう。海上自衛隊における潜水艦の配備は、太平洋戦争の敗戦から、ちょうど10年を経た1955年に開始されたが、同戦争での敗北により、自前の潜水艦の建造が、アメリカをはじめとする連合国によって禁止されていたため、同国からの供与を受ける形だった。この時に、アメリカが日本に供与した潜水艦は、太平洋戦争中に、同国が建造していた、ガトー級の通常動力型の攻撃型潜水艦であり、海上自衛隊では、黒白と命名されて、11年後の1966年まで実戦配備が行われた。ガトー級である黒白は基準排水量が1526トン、水中排水量が2400トン、全長が 95.1 メートル、全幅が 8.3 メートルの艦体を持ち、太平洋戦争中には合計で77隻もの大量建造が行われ、次級のパラオ級のベースともなった。海上自衛隊に就役した黒潮は、太平洋戦争中に建造された艦艇だけあって、兵装には25口径の 127mm 砲1機に、533mm 魚雷発射管を艦首部に6門、艦尾部に4門備えており、長魚雷は24本が搭載可能だった。この黒潮の就役から10年後の1965年、海上自衛隊は戦後初の国産潜水艦、大潮を就役させることに成功。その後は一貫して今に続く国産の体制を保有、維持し、冷戦期には旧ソ連の潜水艦の太平洋への進出を抑止する役目を担った。今年2023年3月には、海上自衛隊の潜水艦は、3世代が運用されており、その内訳としては、最も古い親潮型が8隻、次の、双竜型が12隻、最新鋭の太平型が2隻で、22隻の実戦配備体制を敷いている。これら海上自衛隊が保有、運用をしている潜水艦は、すべてが、通常動力型の攻撃型潜水艦に分類される種類のものであり、細かな違いは、あれ、といずれも、ディーゼル機関と蓄電池とモーターで駆動する形式を採用している。こうした通常動力型の潜水艦の機関部の構成は、通常ディーゼルエレク、トリック方式と呼ばれているもので、1世紀以上昔の第一次世界大戦で、潜水艦という、艦首が各国海軍で実用化された時点から続くものだ。このディーゼルエレクトリック方式の潜水艦とは、基本的には、水上航行時にディーゼル機関を用いて駆動し、そこで得た電気を蓄電池に貯めて、水中での潜航航行時には、その蓄電池でモーターを回して推進する。
こうした先行航行時に蓄電池を用いて、その電力でモーターを駆動させて推進させる方式は、内燃機関であるディーゼル機関と異なり、大気の給排が不要な上、静粛性にも優れるため、敵の監視網による索敵から逃れることが基とされている。ただし、どうしても、この方式では、重機であるディーゼル機関を稼働させる際に、海面への浮上、もしくは、シュノーケルが海面に届く浅い位置を航行する必要があり、その際には、索敵で捕捉されやすくなることが避けられない。海上自衛隊が実戦配備中の潜水艦の中でも、最も旧式な親潮型は、このディーゼルエレクトリック方式の中でも、最もオーソドックスなタイプであり、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターによる構成が採用されている。前級である。そう、竜型は、1番から10番艦までの10隻は、機関構成として、このディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに加えて、スターリング機関という非待機依存推進を可能とした仕組みを追加している。これによって、そう、竜型は、前級の親潮型よりも、長時間で、長距離の先行航行が可能とはなったが、スターリング機関は、設備の大きさに反比例して、出力は低く、艦内のスペース効率は悪化するという事態も生じた。こうしたスターリング機関の機能面、及び大きさ面でのデメリットを解消すべく、そう、竜型の11番艦と12番艦の2隻からは、その搭載が廃止され、代わりに、蓄電池を鉛製からリチウムイオン製へと改める変更が行われた。鉛製に比して、リチウムイオン製の蓄電池は、大電流、大電圧を持続的に供給できる上、充電時間の短縮や、半幅の方充電回数にも秀でており、これを、日本の GSU 浅社の技術が、軍用潜水艦での使用に耐えるまでに高めたものだ。よって、そう、竜型の最終の2隻と、現在の最新鋭艦である、大ゲイ型は、若干、水中での最大速力と馬力の数値は低下したものの、ディーゼル機関とリチウムイオン製蓄電池とモーターという機関構成の簡素化に回帰した。現在までのコトロ通常動力型潜水艦で、この方式の運用を実現させているのは、世界的にも海上自衛隊の潜水艦のみであり、通常動力型潜水艦としては、最大規模である。4000トン級の排水量も含め、屈指の高性能と目されている。このように、現在の海上自衛隊の潜水艦は、通常動力型として、世界でも、稀有なリチウムイオン製蓄電池を用いる、ディーゼルエレクトリック方式を確立した形だが、一部の国では、原子力推進型の潜水艦も、多数が運用されている。原子力推進型の潜水艦を保有、運用している国は、2023年現在では、アメリカ、イギリス、フランスの西側諸国と、ロシア、中国、インドの合計6カ国となっており、西側諸国3カ国では、通常動力型は運用されていない。逆に、ロシア、中国、インドの3カ国は、自国の沿岸部での運用には、通常動力型の攻撃型潜水艦も併用しており、アメリカ、イギリス、フランスの西側諸国とは異なる潜水艦の運用思想を継続しているように見える。原子力推進型の潜水艦には、大まかに分ければ、対艦、対潜攻撃任務を主とした攻撃型と、SLBM、潜水艦発射型弾道ミサイルによる核弾頭の運用を主とした、戦略型の潜水艦があり、ことに、後者は、現在の核兵器運用の中核を成している。核兵器の保有国は、これら原子力推進型の潜水艦の保有国である、6カ国以外に、パキスタン、イスラエル、
北朝鮮の3カ国が存在しているが、近年は北朝鮮が SLBM 潜水艦発射型弾道ミサイルを実用化しようとしている動きもある。しかし、北朝鮮が原子力推進型の戦略型潜水艦を自力で開発できる可能性は薄く、旧ソ連製の通常動力型潜水をベースとした艦艇に、無理やり SLBM 潜水艦発射型弾道ミサイルを搭載する方式に止まるだろう。ちなみに、北朝鮮といえば、潜水艦を70隻以上保有していると紹介されるケースも散見されるが、そのうちの50隻以上は非常に小型で旧式の潜水艇であり、一定規模以上の通常動力型の潜水艦は20隻前後の保有数だとめされている。北朝鮮程度の国力や領海しか持たない国家が通常動力型とはいえ SLBM 潜水艦発射型弾道ミサイルを搭載可能な潜水艦を保有、運用しようというのは、かなり無謀な試みとも映るが、長距離打撃兵器の残存性を確保する狙いがあるのだろう。韓国も、同様に、通常動力型潜水艦に、SLBM、潜水艦発射型弾道ミサイルを搭載する計画を進めている上、昨今では、日本でも、VLS、垂直発射艦を搭載する、実験用の潜水艦の建造を行うことが公表されている。今後は、通常動力型潜水艦であっても、従来の攻撃型に止まらない、対地攻撃を主任務とする艦艇が、日本も含めて検討されており、ミサイルキャリアとしての、そうした潜水艦の装備が、トレンドになりつつあるのかもしれない。日本は、広大な海域を持ち、海上自衛隊が海域の防衛を担当している。海上自衛隊は潜水艦22隻を保有し、その歴史と機構について述べられている。潜水艦はディーゼルエレクトリック方式で動作し、日本の海上自衛隊はこの方式の先駆者である。他国も原子力推進型潜水艦を保有するが、通常動力型潜水艦にも SLBM を搭載する動きが見られ、日本も VLS 搭載潜水艦を検討している。海上自衛隊の潜水艦は、通常動力型の潜水艦としてディーゼルエレクトリック方式を採用している。この方式は、水上航行時にディーゼル機関で電気を生成し、水中航行時に蓄電池でモーターを駆動するものである。潜水艦の機関部の構成は、親潮型、そう、U型、太平洋型と発展してきた。親潮型は、最もオーソドックスなタイプで、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターで構成されている。そう、U型は、スターリング機関という非対機依存推進を追加したが、出力が低く、スペース効率が悪かったため、最後の2隻では、リチウムイオン製の蓄電池に変更した。太平洋型も、リチウムイオン製の蓄電池を採用しており、ディーゼル機関とリチウムイオン製蓄電池とモーターという、簡素な構成に回帰した。この方式は、世界的にも珍しく、通常動力型潜水艦として、高性能であると、評価されている。一方、原子力推進型の潜水艦は、他国でも多数が運用されている。